まず歌まろ、歌まろからいきましょう。じゃあ歌まろを見ながら、はい、なんかこの時こうだったとか歌まろに関しての質問をもらってるんで、それに答えて行きましょうかね、はい、では開演します。この音かっこいいんだよ。ピーガチャ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 、やっぱ和楽器ってかっこいいんだな。これもう絶賛後ろでね早替え中ですね。一曲前にね踊ってるやつから帯を変えて、多分かけは変えてないか、帯変えてカツラ変えて、で鬼のお面を使うんで、それをセッティングして、だから俺の周りにね、真っ暗の中に俺の周りに、ちょっと一回止める。だから今のピーツンタカタンツンタカタンツンタカタン、ジャガジャガジャンジャガジャガジャンっていうところで帯を変えて、着物変えて、カツラ変えて、でも真っ暗なんですよ。結局舞台上にいるから真っ暗じゃないとあのお客さんに見えちゃうからね。真っ暗だからもうほんと暗闇の中神経を研ぎ澄まして、で俺の周りに 1,2,3,4 人か、4人がかり、カツラの人と着物の人とお面の人と、もう一人着物の人とアシスタントする人と、なんか暗くなったらブワーって俺の周りにスタッフさんが4人がね、その中に母親もいるんだけど、バーって集まってきて、で暗闇でガーッて変えて、ガーッて変えてやってたんだけど、一回照明のタイミングがね間違ってついちゃって、準備して途中でもうついちゃった時があったんですよ。で俺もうハゲの状態、もうカツラ取っちゃった状態でバーンって、もうイントロが終わった後の照明になっちゃって、でみんなふわってなったけど、でも慌てるとめちゃくちゃダサいから、もう堂々とするしかないから、めっちゃちっちゃい声で堂々と堂々と、逆にゆっくりぐらい、もうだからその失敗がね2回ぐらいあったの、公演中に。なんか照明のタイミングが間違っちゃってついちゃってとか、あとは単純に着替えが間に合わなかった時もあったな。だからそれこそ1回帯がね、本当はこう最初オイラン、この曲の前がオイランだったんで、すっごい分厚いんです、オイランの。それからこう取り替えて軽いやつにするだけど、その重たいまんまやった時もあったし、それこそお面がつけれない時もあったよ。だからお面なしバージョン、その時だけ。いや、その振りもしないです。だから基本まあ自分一人で踊る時は、あの大衆演劇って基本その時自由に踊るんで、で歌丸自体もそもそも結構昔からやってて、最初の頃なんかねお面とか使ってなかったんですよ。扇子で踊ったりとか、その時によって衣装も違うし、だからね、まあ、ちょっと定番しちゃってるから、ちょっと鬼のお面がないと知ってる人あれってなるけど、まあ別にないならないでみたいな。そんなね、今この最初の出だしのね、ちゃんちゃらなんちゃんちゃらなんとかに後ろでバタバタと急ぎながら慌てずやってますね。で今は多分カツラかぶったぐらいだね。で今お面セットして、で階段を2段上がってスタンバイした瞬間にもつくんだよ。だから若干も多分俺動いてんだよな。一回戻ってみる。若干でも本当にギリギリなんですよね。だからこの照明の、あ、ほら、わかるかな。もう照明がつく瞬間にスタンバイしてるから、もう本当にギリギリなんですよ。だからスタンバイできた照明じゃなくて、もうほぼ同時ぐらい、だから若干照明ついた時にスタンバイにスッて入る瞬間が映ってる。どの曲でもそうだけど、袖とか早替えってめちゃくちゃ急いでるから、なるべく心が乱れないようにして、お客さんはこの照明ついた瞬間のもうそこに入ってる姿しか見てないけど、実際はもうブワーってスッて止まってるからだからそこのこの切り替えとかはね、この時曲の始まりっていうのは一番意識してやってるところですね。でこれ階段も見てないからね、たまーに危なかったりするんですよね。階段見ずに階段を降りてるから、
裾もあるし、でこういった表情とかね、割とこうやっぱ演歌を踊るときは特にそうなんですけど、振りと振りの間の間とかそういったところに感情とかその人の心の動きとか目線だけでとかちょっとした首の角度とかで表したりしてるんで、結構毎回違う表情だったりその時によって表情も変わってたりするから、成功。成功してますよ、バッチリ。毎回ドキドキします、これ。このどこに忍ばせてるんですか。これね、あの袖に入ってるんです。あの掛けって言ってこの、まあ、上に着てる掛けの袖に入ってて、でそれもまあ自分で入れるんですけど、でやっぱ動いてるとね、やっぱちょっと変わるんですよ。中で踊ってる間に見ずにこの手探りで自分が今どこら辺を持ってるのかっていうのを確認して、でそのまんまだからこれを結局ここに着物があるんで、この着物をここにかけるとここが見えなくなるから、その時にこの袖からおめえのこう手探りで、あここ角だとか、でもそれも時間がないからなるべく早くこう、あこう持ち直したりとかして、でこれをバンって上げたタイミングでつけるんですけど、まあ、この時の公演じゃないけど、バンって上げてつけたんだけど、落ちた着物が角に引っかかってベンって角が折れた時があった。結構ねハプニングがあるんですよね、この面の時はね。でこの今ちょうどこれ止まってるけど、この指も日本舞踊の振り付けの方に前あの鬼女っていう鬼女の踊りをつけてもらった時に、鬼の手っていう手なんですね、これ。この薬指を今ちょうど折ってる。鬼の手が指があれなのかな、4本なのかな、分かんないけど、で俺はそこからだから騎乗やるときは大体こうやって鬼の手にしてる。どうでしょうか。特にやっぱ俺も石川さゆりさんが大好きなんですけど、石川さゆりさんが歌うとね、本当に深い人間の感情というか女性のいろんな感情がね見えてくるんですよ、自然に。だから俺は僕はその見えたものを自分の踊りを通して踊ってるんですけど、こうやって見てると自分に見えないんだよ。いいタイミングで照明と息があった。僕の大衆演劇というと古典みたいなところがあるんですよね、演歌で踊るっていう。でその演歌の中でもやっぱいろんな演歌があるんですけど、演歌なんだけど全然俺古く聞こえないし、むしろめちゃめちゃかっこいいし、なんだろう、今にはないやっぱ詩がね、当時の曲にはいっぱいあるんですよね、演歌とか、まあ、特に僕は石川さゆりさんが好きだから、この曲のストーリーはやっぱなんかこう、まあこの場合あの前の曲が花魁だったんで、花魁っていうところから始まって、やっぱ花魁っていうのはいろんなものが入ってくるから遊女だから、結局男を相手にして、でそれこそまあね、ほとんどの人が結局家族のために自分の体を売ってそこに入って、でそこでずっと働いていって、だからそういったなんかこうもう強さも感じるし、でもものすごく寂しさも感じるし、それを全てを受け入れてなんか立ってる人っていうイメージなんですよ、花魁っていうのがね、僕の中で。なんかその花魁からの続きの曲だったんで、その花魁の今度はじゃあそこから出られない、その環境から出られなくて、でも女性の気持ちも持ってるから思う人もいたりとか、なんかそういった中でこうどん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 やっぱり感情とか心がいろんな形に変貌していって、狂気に変わったりとか憎しみに変わったりとか、それでもやっぱり愛情があったりとか、なんかそういったところをつながりを考えて歌まろっていう曲をやったんですけど、一曲の中でものすごくストーリーが見えるし、あとは単純にかっこいい
俺が聴いてかっこいいなと思う、なんかこの音楽が。いやそれもね、それこそさっき言ったけど表情も変わるんですよ。まあお芝居もそうなんですけど、おはようでもいろんな感情でおはようってあるじゃないですか。それと同じように歌詞にもその日その日で俺のこの大体まあ曲の歌詞と連動して進んでいってるんですけど、どれもこれはね、まあ最初の椎名林檎さんの「暗夜の心中立て」からこの歌麿っていうのが決まってたんで、まあ今まで結構花魁っていうと結構派手なんですよ、結構バーッときらびやかで。なんだけど今回はシックに黒と白で結構モダンな感じで作ってもらって、綾野真治さんがいわばこう自分の劇団の自分の顔見せみたいな演目なんで、花魁道中でそこの顔見せはまあこう強い気高い女性なんだけど、この着物を脱いでいくと中がものすごく、下も真っ赤で、この着物の内側も真っ赤で、こうどんどんこう女の情念が見えてくるというか、でそれで鬼になってみたいな。なんでこの衣装的にもちょっとしたこうストーリーのつながりがある、見せかけのこのシックなモダンな感じでバシってかっこいい女性なんだけど、2曲目になるとどん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 この気持ちがこう出てきて変貌していってみたいな。だからそういったイメージで着物も作ってもらったんです。で着物は斉藤丈太郎さんって言って、まあこれもまた随分僕が昔から衣装のデザインをお願いして作ってもらってる。まず自分のイメージを伝えるんじゃなくて向こうのイメージを作ってもらって、で向こうのイメージがなんとなくできたら、なんかラフ画みたいなこう仮デザインみたいなものを持ってきてもらって、そこでまた打ち合わせをして合うか合わないかを考えて折り合いをつけて、じゃあそれでいきましょうみたいな。男も女もあんま関係ないと思いますけどね、その感情のことに関しては。まあ多少やっぱ男と女の人で出方とか感情の形はないけども、形があるとするならちょっと形は違うけども、でも根本的な心の動きとかっていうのは一緒なんで、見てきてますからね、記事を。子供の頃から僕は記事を見てきてますから。それは母親です。じゃこうお面を取り出した時に母親を取り出したみたいな。なんかこうキャラクター分けるじゃないですか、最近。この人はこのキャラ、このキャラじゃなくて、みんないろんなキャラ持ってるから。で特にこういう演歌にはそういったね、さまざまなこの一人の形の中にあるいろんなものが結構あるんです、曲に。だからそういった意味で、まあ、別の人でもいいし、でもその両極端な二面を持ってる人物でもいいし、そういう見方をするだけでね、見え方も変わるし、多分感じ方も変わると思うから、何回でも見れる。何回でも見て楽しめちゃう。ぜひ楽しんでください。ずっと踊って縦の手数もこんなに多いのって初めてなんですよ。いやー、始まる前に兄弟すれ違いがち。